吉田さんなんかね「ドリームアカデミア」の「夢は逃げない逃げるのはいつも自分だ」っていうのはいろんな場面でそう感じることが私もありますね。で結局あの楽にねなんとなくチャンスだけ欲しいんですよ。でもそうならなかったことを繰り返して40になった時にしまったと思ったのが10年前の私ですね。でもももう手遅れかもしれれかしないけれども 今日が手遅れなんだったら明日も明後日も5年後も10年後も全部手遅れじゃないかと少なくとも今日やることによって少しでも手遅れを食い止めるかもしれないともちろんねあのタワーマンションの最上階ってのはないかもしれないけどもでも賃貸3万5000円を延滞料金で3ヶ月まとめるんじゃなくって、まあ、賃貸7万8万ぐらいのところぐらいは住めるようになるんじゃないかなというふうに思ったところからやってみようと思ったわけですよね一足飛びに 天井転換に行こうとしてるわけじゃなくて、ちょっとだけ進化する。ちょっとだけ豊かになる。ちょっとだけ自由になる。その積み重ねが3年、5年、10年経って今日に来てるんじゃないかなと思いますよね。まあ、それがだから逃げないってことなのかなと思うんですよ。とにかく逃げてしまえば距離は広がりますけども、逃げずに踏みとどまれば1センチでも1ミリでも距離が縮まるんじゃないかなっていう風に思うようになりましたね。ドリームアカデミーはいいじゃないですか。これからもよろしくお願いします。それでは。